お待たせいたしました。男子一部の 100m の決勝であります。大会記録は多田修平君が出しました10秒22であります。それでは決勝に進出いたしました8名の選手を前日にご紹介申し上げます。失礼します、9名の選手が必要であります。1レーン森田康介君の近畿大学、2レーン本郷和子君立命館大学、3レーン小池京也君4レーン、渡来元木君、同志社大学、5レーン、竹内誠君、近畿大学、6レーン、佐藤君、隆一郎君、関西大学、7レーン、高橋修平君、関西学院大学、8レーン、相川翔君、大阪体育大学、そして9レーンは小木田シュート関西学院大学。以上9名によりまして男子 100m 決勝の出発であります。どうぞご注目ください。